まずは今回の試合を振り返ってみていただけますでしょうか。いやまあとりあえず絶対今回同じ相手に負けたら終わりだと思ってたんで、しっかりリベンジを果たすことができて、そこはほっとしてます。ありがとうございます。結果的に判定勝利という形になりましたけれども、すべて出し切ったというふうにお考えですか、あるいはもっとこういうことができたら、こういった戦いを見せたかったなどありますでしょうか。そうですね、とにかく、最後まで倒しに行って、出し切るには出し切れたと思うんですけど、やっぱりしっかり倒したかったんで、そこはちょっと悔いは残ってます。ラスト30秒近くはもうタッチで殴り合いというような結果になって、会場もかなり興奮していたと思うんですけれども、フィニッシュのあたりというのは、フィニッシュというか試合の終了までの流れというのはいかがでしょうか。そうですね、もう最後本当にもう覚悟を決めてもう倒しに行ったんですけど、ちょっと熱くなりすぎてやっぱ大振りになってたりしたんで、あそこをもうちょっと冷静にいろいろ上下に散らしたりとかできていけば倒せたかなと思ったんで、ちょっと悔しいは悔しいですね。改めて対戦してみた、相手選手はいかがでしたか。いや本当に強かったです。でも前回やった時はもう本当に何もできずにボコボコにされて負けたんで、やっぱりこの1年半で本当に成長できたのを感じられたし、強くなっているのが証明できたのは本当に良かったです。ありがとうございます。試合が終わったばかりなんですけれども、勝利で終えたということで、今後の展望や目標、来年の目標など伺えればと思います。そうですね、本当に上京してから本当に強くなったんで、このペースで強くなれば本当にトップを狙えると思うんで、今この軽い階級でレベルがすごい高くなっている中で、トップを目指して頑張っていきたいと思ってます。タックルに行ってテイクダウンというのは基本もう作戦通りということですか。そうですね、やっぱり向こうはグラウンドが苦手だというのは分かってたんで、そこをもう狙ってましたね。もうそういうタックルを取ってグラウンドの戦い方っていうのはもう自分の中でもう自信があるっていう。自信あります。本当は1本とかもっとパウンドとかも打ちたかったんですけど、そこはできなかったのはちょっと反省っていうか反省点なんですけど、でもコントロールはしっかり できたかなって思います。ムン選手のようにちょっとグラウンドが苦手な選手というのが相手ではなく、グラウンドが得意な選手は相手でもいけるなっていう手応えはある。練習でもそうですね、グラウンドの得意な選手ともやり合える実力があると思ってます。すみません、ちょっと試合とは関係ないんですけども、昨日マヌル・ケープ選手とのなんかツーショットの写真が SNS 上に上がってたんですが、ケープ選手とは何かちょっとお話をするようなことはあったんですか。そうですね、昨日向こうの方から話しかけてきてくれて、勝とうぜみたいなことを言ってくれたんで、もう僕自身ちょっとやる気になりましたね。すごく割とフレンドリーな感じで来たんですか。そうですね、ちょっとびっくりしたんですけど、やはりそうですか。頑張ろうぜみたいな、グッジョブみたいな感じで言ってたんで、ありがとうございます。お互い勝とうぜみたいな感じで言ってました。ありがとうございました。